毎度メモリーズギャラリーをご贔屓いただき誠にありがとうございます。今回はこちらの三代徳田康吉先生壁明要塞壺を紹介したいと思います。サインを見なくても作品を見ればすぐに康吉先生の名前が思い浮かぶほどに、その作品は輝きを放っており、日本のみならず海外でも高く評価されております。その先生の8号サイズを超える作品も数は少なく希少と言えます。写真にてご覧いただければと思いますが、この裏の八十吉の赤名も九谷と記されていないのは平成9年に人間国宝に指定された直前の数少ないものと言われております。ぜひこの機会にご愛蔵くださいませ。皆様のご入札お待ちしております。